高野瀬駅は、秋田県北秋田市松葉町にある、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。本記事では、隣接している、秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線の高野瀬駅についても、合わせて記述する。秋田内陸線が、国鉄アニ号線だった時代には、高野瀬駅という一つの駅だったが、第三セクター転換時に、秋田内陸縦貫鉄道の駅舎が、 敷地内西側に別に建てられ、高野巣駅と称した。これは、高野巣町が北秋田市へと合併する前の表記に合わせたことによる。JR と秋田内陸縦貫鉄道の改札は別になっているが、ホームはつながっており、実質的には同一駅である。JR と秋田内陸縦貫鉄道はレールがつながっており、当駅を経由する。 両線間の直通運転は2009年度には25本あり、青森ねぶた祭りや桜の開花期に合わせて運行されており、2015年でも広崎高野巣、角野立間で臨時快速列車が運行されている。ただし、手動で分岐器を動かしてレールの切り替え、列車の入れ替え作業をする必要があり、その作業に30分ほどかかっている。信号機や 連動装置などを整備して、分岐を自動化するには1億6000万円の費用が必要と試算されており、導入の是非が議論されている。両者の駅は、駅名が異なりかつ駅舎も個別に設けられているが、校内は共用しており、改札内の乗り継ぎが可能となっている。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線計2面3線のホームを持つ、地上駅。互いのホームは、 小選橋で連絡している。一番線には北秋田市に伝わる牛の一枚側を使った世界一の和太鼓と書かれたモニュメントが展示されている。東の白駅管理の業務委託駅。直営駅時代は管理駅でもあり、前山駅、ぬかざわ駅の二駅を管理していた。委託課に合わせて早朝夜間駅員不在となった。したがって、 当該時間帯のワンマン列車の乗降扱いは無人駅に準じる。駅舎には指定席券売機、自動券売機、待合室がある。また JR 東日本の駅舎の一角には観光案内所が設置されている。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替としてもしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年に営業終了し撤去された。 乗り場等短式ホーム一面一線を有する地上駅。JR 一番線の秋田よりにある。社員配置駅。駅舎には出発窓口のほか、秋田内陸線旅行センターがある。2019年度の1日平均乗車人員は565人である。近年の推移は以下の通りである。駅前商店街南側は、駅前からアーケードのある商店街が伸び、 金融機関や医療機関、市役所をはじめとする公共施設が集積している。東側の国道105号沿いには大型商業施設が進出している。北側には列車や鉄道施設防護の防雪林があり、平坦な田園風景が広がっている。高野市駅前停留所駅前商店街のアーケード下に高野市駅前停留所があり、周北バスの路線バス。 市街地循環バス、周北タクシーの大館の城空港へのリムジンバスが発着する。このうち、周北バスの停留所に掲示されている時刻表には、北秋田市のふるさと大使に就任しているハローキティが描かれている。また、JR 高野世前タクシー乗り場より、大太鼓の館、伊勢道線遺跡のほか、大館の城空港経由で、森吉さんアニスキー場、と和田湖、 八幡平玉川温泉方面へ予約制の乗り合いタクシーが運行している。高野須駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。